いつ動くのかな。大丈夫、みんなカンパニー重ねてたもんと、さらに味が、はい、ここは豆腐の山です。チョコボ豆のポップ、ここがあの有名な男の館。だんだんだん、ここまで来るには汗だけだ。ユッサさん、そうだろうな。この涙のナイスマーク。重要なのは、楽してマッチョになるのも楽じゃない。うプロテインの娘だ。いけるよ。よし、割れた。シックスを超えたセブンパックゲット。失めてごめんよ、マイマッスルたち。さあ、服を選ぶのってどうしてこんなに楽しいのかしら。親父が仕事をしてくれないと店も困るんだよ。早く連れ戻してくれ。けど幸せなことだぞ。素敵なお花ね。ここはな、それでも店なんだ。変わり者の店。知っとるか、そこの細い路地を抜けていくと。お前、いまだに三橋んとこに通ってるのか。母ちゃんにバレない秘密のルートよ。ガラクタの酔っ払いが転がる獣道だがな。譲ってくれ。やめて。奥にいるやつ大丈夫なのかね。ただの酔っ払いだろ。ま、珍しくもないか。あの強烈な生臭さ、まだ体に染みついてるみたいだ。薬を持ってきた、見せてみろ。まとわりつくような定食の匂いがようやく消え去った。助かったよ。よかったらこれお礼に。はあ、空気がうまい。戻るか。あんたもあの定食屋に行くときは十分気をつけろよ。あんたもあの定食屋に行くときは十分気をつけろよ。召喚マテリアイスの召喚獣キャンデー、アレクサンダーを持ってるだろう。譲ってくれ。どうしてもあれだけ引けないんだ。奥にいるやつ大丈夫なのかね。ただの酔っ払いだろ。ま、珍しくもないか。ふざけんな、俺のスタイル。どいてくれ。仕事場には来るなって言っただろ。でもどうしても渡したいものが。ここも満席か。街の上がりも相当巻き上げられているはず。